皆さんこんにちは、楽しいサンデーの時間です。今日はちょっと違うよね、雰囲気が。サンテレビのこれロータリーそう、あなたにとっては非常に馴染みのある場所、サンテレビの今日はロータリーからお伝えしたいと思うんですけども、はい、わざわざここを設定したのには理由があるんですよ。今日を紹介するのはすごいもんですよ。これはなんだろう、ちょっと多分見たことない。見たことない、うん、そんなことを言っている間に今週のテーマのものが来たよ。これそう、今日紹介したいのはこれ。これを見てほしいね。ももこちゃんプリントされてるけど。そう、車ちゃうよ。今日見てほしいのは、紹介したいのはこれ。はい、綺麗でしょこれ。プリントそう、この素晴らしいプリントの背後に隠されてる秘密をね、今日はぜひご紹介したいんですよ。知りたい。すごい技術ですよ。今週はこのボディープリントに迫ります。今回紹介してくれるのはこの方。すごい車で登場しましたね。いや、ありがとうございます。いや、緊張気味ですか。大丈夫でございます。緊張しております。これすごいですねこれ、はい、ありがとうございます。すごいカラフルで。正式名称は一応ダイレクトプリント。おダイレクトプリント申します、はい、その心は、ダイレクトだから。もうおっしゃる正解でございます。あの機械がダイレクトにインクを吹き付けるというもの。ダイレクトプリントとは、文字通り様々な素材に直接プリントする技術。従来のシールだと大型トラックの場合2人から3人での作業で3日間かかっていたのが、ダイレクトプリントだと片面3時間半。またシール代がかからないため、時間とコストを大幅に削減できるようになりました。何色ぐらい使ってるかとかは教えていただけるんですか。相当使ってるんじゃん、この色出そうと。2、300。いや、私倍の500ぐらい。あ、惜しいですね。そんな使うか。何本、4色です。え、惜しい、全然惜しくない。あ、すみません、4色です。ボケたな。4色か、はい、4色でできるの。はい、あの、パソコンのプリンターと一緒の CMYK。 ほう青。俺よく買えるもん。皆さん一度は見たことあると思いますが、プリンターは基本 CMYK の4色。シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックを重ね合わせることで様々な色を表現します。ダイレクトプリンターは一般的なプリンターと同じ配色なのです。このダイレクトプリントね、はい、多分いろんな用途に使えると思うんですよ、開発したのは、はい、主にはこれ何使うんですか、ダイレクト。そうですね、主には、うん、あの企業様、まあ、ないしは個人の方が宣伝したいものっていうものを広告するっていうものになりますので。なるほど、なので今回はこちらを、まあ、物知りサンデーを、物知りサンデーを宣伝したいから、はい、この物知りサンデーカーに乗っていただいて、これ、はい、これから乗るってことですか。あ、そうです。これから乗って、これで走るの、街を走っていただければ。俺ちょっと今日帽子かぶってる、こうやっとくわ。先生、そこはしっかり。俺恥ずかしいから。宣伝という目的がありますから。せやな。一丁頑張りますか。この機会やから一緒な、はい。せっかくこんなええのがあんねんから宣伝するともったいないなこれ。うん、な。今週は番組をもっと知ってもらうために、モノコカーで宣伝の旅に出ます。 CM の後はモノコカーが走る走る、そしてオープンカーも登場。番組を知ってもらうため、モノコが描かれた車で出発。よっしゃ、出発です。精一杯宣伝しましょう。ほんまや、疲れてきたな。行く前から疲れてどうするんですか。すごいな。なかなか斬新、車から降りないロケというのもね。ずっと降りひんのこれ。降りないらしいですよ。楽なもんですよね。まあな。サンテレビを出発し、まずは人が多い三宮周辺へ。移動中こんな話が。まあ、先生、番組始まって数ヶ月経ちましたけど、どうですか。まあ、いろんなものづくりがあんねんなっていうのはもう痛感するね。まあ、どれもそうなんやけど、やっぱり時代に対応してる凄さっていうのはちょっとやっぱ痛感するな。それがやっぱ素晴らしいというか、それから働いてる人は意外と多いんやなと思ったな。サービス業が多いのかなって、よく一般的にサービス業が多いって言われるけど、製造業に従事してる人多いし、
やっぱりそれ土地土地にやっぱりなんていうんだろうな、伝統産業みたいなものがあって、自分たちの強みのある食あの、まあ、産業とかものづくりがあって、そこを土台にしてね、いろんなもの出来上がって、例えば明石なんかやったらウイスキー、意外やったな、あんなんもお酒といえばなんか西宮とかそっちの方がイメージやったけどな、明石なんか水きれいやもんね、やっぱな、そう思ったらおかしくないし、姫路に河原のやっぱり姫路も意外と多かったやん、ものづくりが多かったりとか、セイバンのランドセルみたいに全国区のものが意外とね辰野市で作られたとか、あんなんも知らんかったし、知らんもんがいっぱいあって、まあ、番組やりながら勉強させてもうたっていう感じやな。じゃあこれから大切になってくるのは今日のテーマでもある、うん、宣伝ですかね。宣伝やな、やっぱり、はい、そう、大切なのは宣伝。元町方面へ移動すると帰宅ラッシュと重なり、人も多くなってきました。そのカメラには全然気づかなくてもいい。みんな見てる。だんだん気づいてくれてます。あ、やっぱ止まってたら気づいてもらえるんですかね。ようやく気づき出したよこれ。でもなんか私たち、うん、何か忘れてませんか、この番組の趣旨。忘れてた。俺らほんまこんなことベラ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 喋ってる場合ちゃうかったわ、はい、このモノコカがどうやってきたか、それ見やなあかんねや。そろそろ見に行こうか。見ましょう。見よう、はい、2人とも宣伝に夢中ですが、それでは本題のものづくりへ。今回の舞台は淡路島だもの。1955年に設立された淡路京商陸運。会社の中を覗いてみると、とても物を作っているようには見えないもの。そう、実はこちらの会社、運送会社なんです。運送会社がどうしてプリントを？きっかけというのは、鳴門の渦潮を世界遺産登録ということで、洲本の文化体育館でシンポジウムがあったんです。そこにやっぱりメインとしてね、何もこう目立つものがないということで、まあ、目立つよりもなんか協力できへんかなということでね、トラックにこれを書いてその会場の前で、展示したということ。ダイレクトプリント事業誕生のきっかけは、そう、鳴門の渦潮。地元の渦潮を PR するため、運送会社ならではの発想で自社のトラックにプリントしたのが始まりでした。始まり意外やな。なるほど、でも PR にはぴったりですもんね。みんな見てくれるもんな、うん、ダイレクトやしな、分かりやすいもんね、 PR の仕方がね、めちゃくちゃ伝わりやすい、うん、最初はどう思ったの？いや、初めした時はすごいなと思った。こっち目立つね、ドライバーもこれ、いや、こんな恥ずかしいんちゃうかなというような感じもあったんですけどね。で、やっぱり今からこういうのをどん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 広げていきたいなと思ってます。やっぱり地域のね、やっぱりそういう、特産とかそういう商売してる人いっぱいいてると思うんですね、商売人の方が。やっぱそこらの人にね、こう小さい車とかね、花屋さん、肉屋さん、いろんな商売があると思うんですよ。その人らにこうできたら使ってもらいたいなと思ってます。すごいな、この玉ねぎトラップとか変ちゃう、玉ねぎの ね宣伝とか、淡路牛トラップとかね、いろんな特産物があるから使えるよね。これ用途むちゃくちゃ広いと思いますよね。プリントする場所へ移動だもの。プリントは洲本の本社から車で15分移動した南淡路市の工場で行われます。これが巨大インクジェットプリンター。トラックボディや看板など最大横10メートル、高さ 3.7 メートルまでプリントが可能です。実際にプリントするところを見てみよう。まずはプリントの元となるデータをパソコンに取り込むところから。載せたいイラスト、広告を車のどの部分にプリントするかを決めていきます。続いてはプリントに必要なデータを採寸。それぞれのサイズを測り、パソコンにデータを打ち込みます。場合によってはこのように突起物もあるため正確に測っていきます。すごい、メジャー測ってちゃんと、ね、測るのね、人の手で ね下準備が細かいですね。
ちゃんとコンピューターが打ち込んで全部終わりっていうわけじゃなくて、やっぱり目で見て確認してきめ細かな作業が続いてますね。これこの下準備が大事なんでしょうね、うん、あ、真面目な表示をしてるよ、さっきと違って。車種によってはこうして木の板に乗せて調整する場合も。何度も入念な微調整を重ねていきます。まあ、横着すると別に簡易な方法でもできるんですけれども、やはり細かく調べれば調べるほど近い物体に対して近い距離で印刷ができるんで、そこはやっぱりたくさん時間をかけてでも測った方がいいもんなんで、まあね、時間かけた方がいいもんができるし、細かく見た方がね、より誰とに分かりやすい映像が、まあ、絵柄ができますからね。はい、もう微調整、微調整の連続なんでしょうね、うん、いよいよプリントスタート。プリントが始まるとあとは全自動、出来上がるのを待つだけと思いきや、湿度が高ければ高いほどインクが垂れやすくなってきてしまうんですよ。でこのインクを使用するのには湿度が 50% 以下が一番適しているっていうふうに言われているので、湿度 50% 以下を保つのに欠かせないのが、そうこれファンヒーター。これで基本湿度を 20% から 40% にするとか。夏は暑いです、はい、地獄地獄です、はい、俺やったら頭どんどん出てくるで、地獄っちゅうもんじゃあで俺やったらちょっと夏にファンヒーターって、うん、最後今回の場合45分で片面が塗り終わるそうです。45分待つ間、モノコカーで宣伝している2人の元へ。続いてモノコカーが向かうのはポートタワーなのですが、ああ、まさかの緊張する展開。警察の方は視野が広いからやっぱりチラッと見てない、見てない、うん、まさか見なかった。あ、でもチラチラッと二度見しました。手は絶対振らへんもんな。向こうのがカラープリントすごいよな。しっかり宣伝できたかは置いといて、いよいよポートタワーへ。あ、先生、ポートタワー見えましたよ。見えましたね、神戸のシンボルやね。どん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 その神戸の宣伝進んでんね。ちょっと着々と皆さん見てくださってますかね、うん、そうやね、宣伝といえば、はい、この番組見逃した方のためにちゃんとホームページで過去に放送した回を配信してるんですよ。知ってました？知ってますよね、当然のことながら。先生、こんなところでしれっと宣伝挟んできましたね。そうやね、宣伝したことないやっぱりな、これ。物知りサンデーでは過去に放送した回をホームページでアップしています。こちらの方もよろしくお願いします。この辺りで CMA って書いてある。それも言っときます、この辺りで CMA 書いてある。モザイクや。先生たちが宣伝している間に、いよいよボディープリントも完成へ。あ、早いな。早送りで見たら本当は。そう、20分ででもあんだけ半分出来上がってるもん。ほら、30分でも物知りってちゃんと綺麗になってるもんね。あ、早いな。でも40分でほぼ完成に近づいてるわな。美しいですね。あ、完成です。毎週日曜昼12時放送中ですよ。素晴らしい。お願いしますよ。中野先生、榎木さんを乗せたモノコカーはこうして完成したんですね。でもシールと違って消せないんじゃないの？心配いらないよ、モノコちゃん。ダイレクトプリントは専用の液体で綺麗に消すことができるんだ。すごい、本当に綺麗になってる。僕にとってものづくりっていうのはやっぱり、成長の場だと思っていて、まあ、今回こういうものづくりなので、もちろん自分の人間的にも成長しないといけないですし、こういう技術面っていうものを上げないといけないと思うんですけど、そういうふうな、もういろんな意味で成長させてくれる場所っていうのが今の仕事だと思っているので、僕はそういうふうに答えると思います。ものづくりはやっぱり夢を言うかね、夢を実現することだと思うんです。
物を作っている人はあの苦しい思いして作ったことないと思うんでね、やっぱりその自分の作ったものがあのいかにきれいにできるかという形にできるいいものにできるかというのがやっぱりできて嬉しいな楽しいなという気持ちが喜びがあるからやるんちゃうかなと思うんですよね、うん、ただ作ってあの売れたらいいんだとかそういうもんじゃないと思うんでね、いいものを作るというのがものづくりだと僕は思うんですけどね。あの今回のものづくりは地域活性化というのね、純粋に公的な動きから出ているってこと、それから運送業がこのプリントに身をつけたってちょっと違うところの発想が生きてるってことと、もう一つはダイレクトプリントってやっぱ車にダイレクトプリントするとみんな見るんで、広告の効果がすごく分かりやすい、広告の効果では確かめにくいんやけどもすごく確かめやすいですよね。日が暮れてもまだまだ走るモノコカー。先生、今回宣伝がテーマですけど、先生逆に宣伝したいものないんですか？もうない。もうない。ほらほら、昔はほらやっぱ本を売りたかったから、そうでしょう、一生懸命本の宣伝を、例えば出版客通す時にも、はい、あのあそこで宣伝するから、ここで宣伝するからって言って、うんうん、まあ、客通したりとか、現実に、テレビでこう宣伝してもらったりとか、うん、まあ、新聞広告売ってもらったりとか、はい、とにかく売ろうかなと思って一生懸命やってたけど、まあ宣伝だけでは限界があるな。そっか、なんか中野正史が教えるごますり戦術とかってこうタイトルが、そんなうまいこといかへんじゃん。だからごますりみたいにうまい具合に、あの著書好きだけどな。でやる必要はあんねんけども、それをこうなんていうのかな、土台にして、やっぱ次伸びていくためにはもっと違った要素がないと、はい、なかなかそれだけではうまくいけちゃうっていうのが俺の結論から。大丈夫ですか先生？本を売るのも大変ですね。最後にやってきたのは、物知りサンデーではたびたび登場する道の駅神戸フルーツフラワーパーク大津。地元の農家さんが毎日届けてくれる採れたての野菜や果物など、神戸で育まれたものを身近に楽しめる場所。今日ね、宣伝一日疲れたんちゃう？ちょっともうあのすっかり夕方になってしまいましたけど、全く夕方やな、疲れたな。でもまだまだ宣伝俺は足らんと思うねんな。まだですか？実はな、すごいな、実はもう一台用意してあんねん、宣伝用の車を。まだ？まだね、そろそろ新しい宣伝しない。俺はまさかの時に備えて、オープンカー2台用意しといたんやん。これオープンカー、しかもディレクターの車じゃないですか。物知りサンデー、俺はこれでまた宣伝出かけるから、君はさっきのあの車でちゃんとやるんやで、油断したらあかんで。俺はこれで何サングラスかけとんでこいつ。なんかちょっともうディレクターキメキメじゃないですか。なんでやねんこいつ、おい張り切りすぎでしょ。なんかおい、俺より目立てる気がするけど、毎回よし、俺はこれでじゃあ新たな宣伝出かけるから。お、深いなこれ、よっしゃ。中野先生の宣伝はまだまだ続く。あなたの宣伝したいもの、この機会に考えてみては。ミキアーモ、カズユキ、ハナバタ、イオソのジャポネーゼ。今のは自己紹介ですか？一応名前を、はい、名前とその後ジャポネーゼ、はい、あの花畑和幸、日本人です、はい、素晴らしいじゃないですか、はいはい、もうイタリア語ペラペラ、はい、1年勉強してあの覚えたのがこれです神戸市西区の自宅を拠点に婦人服などの企画製造を行うアチェット社長の花畑和幸さん。実は花畑さん、イタリア人になりたいと思うほど大のイタリア好き。去年までイタリア語教室にも通っていました。なぜイタリア語を勉強しようと思われたんですか？まあ、あの単純にイタリアが好きですね。やっぱりあの街並みもすごい好きだし、ファッションも好きだし、イタリア人のその持ってる気質といいますか、あのノリの良さとか、生まれ変わったらイタリア人になりたいです。淡路島の洲本市出身の花畑さん、
ファッションに強い関心を抱き、1986年神戸の大手アパレルメーカーに就職しました。15年間営業や生産管理、企画の仕事に携わってきましたが、38歳の時にあることを決意。自分で作りたいものを作って、自分で思うように売っていきたいな。神戸市が開催している創業塾に参加し、会社設立や経営の勉強をした花畑さんは2001年に脱サラ、自らの会社アチェットを立ち上げました。やっぱり大きな会社の看板を背負ってずっと営業活動なりものづくりもしてたんですけど、やっぱりそれが外れた時の、そのギャップっていうのが自分が想像してた以上にやっぱり厳しかったですね。はい。独自ブランドだけでは厳しく、他社の製品を企画し納品するなどして会社を軌道に乗せてきましたが、50歳の時、人生観を大きく変える出来事がありました。兄が医者をやってるんですけど、そこの病院に行ってちょっと胃カメラを飲んだところ、がんが見つかったんです。はい。まあ一瞬目の前真っ暗ですよね。はい。もう俺死んじゃうのとか思いましたけどね、正直。当時80キロあった体重は62キロに。手術は成功し、胃の3分の2を摘出しました。人生観がやっぱり変わりましたね。それやっぱりやっぱり やりたいことをやらなくちゃっていう風な考え方に変わったような気がしますね。楽器を習うとか、外国語を勉強するとか、ニューヨークへ行くとか、フルマラソンを走るとか、小説を書くとか。自分がやり残したことはないか。その一つが独自のメンズブランドを立ち上げることでした。今年5月、花畑さんがプロデュースした大人のメンズブランドのファッションショーを開催。スーツではなく、普段着るカジュアルでおしゃれを、起業家仲間や友人にファッションモデルになってもらいました。ターゲット層は50代、60代の男性です。なかなか僕ら世代の男の人って、洋服をこう買いに行く、何を買ったらいいのとか、どこに買いに行けばいいのっていう話よく出るんですけど、今回その展示会とか予約会をやらせてもらって、こう実際試着とかいろいろしてもらったんですけど、皆さんこう着るとやっぱりこう楽しくて、雰囲気がやっぱり変わるので。実際に販売予定の商品を見せてもらいました。見た目は完全にジャケットですもんね。そうですね、はい、きちっと襟がついてて、それでもやっぱりニットなので少し伸縮もあって、着ててすごく楽ですし、はい、割とこうタイトなシルエットが出るので、個人的にはこれは結構気に入ってるんですけど、これなんかはよりジャケットライクに作ってるので、ちょっとしたやっぱりビジネスシーンでも使っていただくことも可能かなというふうに思いますけど、最初の HB は花畑の HB で、あとは神戸で作るニットっていうので HBKK というブランド名にしたんですね。でその下にラボーロ・ジョカーレ・ビータっていうことで、イタリア語で仕事があって遊びがあってこその人生っていうようなメッセージをつけさせてもらってます。今だから現地市場の現状としては、すごくやっぱり高いその20万とか30万とかするセーターか、いわゆるファーストファッションの分と、ちょうどその中間的なところがすっぽり抜けてるっていうようなことを、はい、思ってるんですね。ウール素材とカシミヤ素材でやったんですけど、2万円前後と3万円前後ぐらいがだいたい中心プライスですかね。今年5月には三宮で展示会を開催。案内状や SNS を通して独自ブランド HBKK を PR しました。こんな感じだったよね。これはかっこいいな、いや俺は秋のゴルフィードコンペは俺これで決めて、これで決めてください。花畑さんは店舗を持っていません。家賃や人件費、
固定費をかけないようにと自宅を拠点にインターネットで10月20日から販売する予定です。次なるビジョンは何かお考えですか？はい、その HBKK っていう新しいブランドをまあ立ち上げたので、これをやっぱりなんとか、時間はかかると思うんですけど、成功させたいなというふうに、何としても成功させたいのと、将来的には、イタリアで売りたいなっていうふうに思っています。次回のものしりサンデー、ものづくりは線香。生産量日本一の淡路島、常に時代に合わせたさまざまな線香を開発してきた会社に迫ります。さらに香りに関するものをたくさん紹介しますよ。半歩先でもいいから、次の香りはこういう香りがお客様に受けるんじゃないかなというようなことで、ものしりサンデーのホームページでこれまでの動画を配信中。